前回のダービー、まさかウィンフルブルームが取り消しになるなんて。金曜日にね、宮本調教師から連絡がありまして、ごめん、もう一回一から頑張るわ。何のことかさっぱりわかりませんでしたけど、それを見て納得しました。宮本先生もそうですけど、僕も今年のダービーはやる前から終わってたということですね。まあ、ただ、そのね、一番強いって言っていたワンドリーが勝ったことがまだ救いかなと。高野グランパもね、人気薄。まあ、安田記念、ここはね、人気抜けてます、ジャスタウェイ。まあ、なんと言っても世界一ですからね。でも、僕の本命は違います。湘南マイティ。まあ、去年のね、二着馬ですよ。首差の二着馬。確かに、去年のピーク時から比べたら、まあ、体調が戻ってないのは確かです。でもね、力さえ出せれば、勝負になりますよ。はい。幸いね、この負け続けてることで人気もなさそうですし、ここはね、ちょっと面白いんじゃないかなと。対抗に、クラレント。悲願のダービー制覇を果たした、橋口調教師が送り込む東京校舎ですよ。まあね、ほんまに東京は崩れないんでね、ここでも、まあまあ、相手なりにいい走りをしてくれるんじゃないですかね。敬意を表して、世界一のジャスタウェイは黒三角に。あとね、白三角にエキストラエンド、グランデッツァ、フィエロ、そしてね、リアルインパクト。まあ、この4頭にね、手を広げて、今回の安田記念楽しみたいと思います。ミッキーアイル、ホエールキャプチャー、当選だ。ついでにね、カレンブラックヒルワールドエースもくっつけて、飛ばします。大丈夫かな。